つも2300で走るんです。なるほど。回転が上がると2900だから液晶がもうダメになったんですね。ここはね見えないですもんね、釣りがしやすいフラットタイプ。デッキの上は塗装されていましたから、年式の割には見栄えがいいです。これもがっちりしたのが取り付けられてますね。ここにはステンレスのレール、結構太いのがついてた。ここにね、ステンレスのこれがついてるんですよ。かんざし、タツもがっちりしていました。こんな感じにね、デッキの上がね、若干こうぶわってするところがあるんですよね。ぶわつきがちょっとあるような感じ。ね、補修されて、あ、ちょっとね、こうぶわっと分厚きがあったんでしょうね。ちょっと補修されてる。これがいけっすね。これ振動子があるんですね。これは塞いであるんですね。スカッパーが開いてるのはここだけ。ここは物入れ、あ、ここのスカッパーも塞いでありますね。アンカーがありますよ。ロープと。これはロックがかかってるんですよ。こうやってハッチが勝手に開けられないように鍵かけてるんです。ハッチを開けたらこんな感じ。普通に物入れですね。バッテリーはメイン2個が2022年に交換、アクセサリー用2個はもっと古いですけど今のところは OK だそうです。バッテリー4個ありますね。いずれもソーラーパネルで充電もできます。法定備品があって、カジシリンダーがありますよと。2個か、ここにいけすだね。
ここがね、こうやってアフロになってる、ほら。ここに GPS 魚探。コンデックスの8インチ GPS 魚探。アワーメーター3255時間はよくわからないです。なるほど。あ、かじりバコンだ。2年ぐらい前に新品交換したばっかり。そうそうそう。だいぶかかった。重要なもんかかった。悪やもん。これがここ出るときだ。あとはもう。あと向こう行くときはもう。全部リモコンで。これいいね。ここに全部ピタッとこう収まる。エンジンはヤンマー 6PHT 最大130馬力が搭載されています。燃料は左右合わせて約240リッターだそうです。結構燃費がいいんですって。普通に走っても1時間あたり15リッターぐらいだそうです。巡航は14ノット、マックスで19ノットぐらいです。最近のメンテナンスは2024年5月にエンジンオイルと亜鉛を交換されています。フィルターとインペラは次回交換されるといいとのことです。インペラの予備パーツをお付けされます。青がつくこと忘れるんですよ。忘れないように。オーナーは10年ほどこの船に乗ってらっしゃいますが、結構前にターボを交換した以外は特別な不具合がないため、大掛かりな部品交換などはないとのことです。